テージャスビッグアドベンチャー2020会場となります。あ、なんかすげえベスパー？なんか面白いのが来た。わあ、すげえ。なんかやばい、なんか高級車が来た。高級車だ。スキルです。またお越しください。またお越し。あ、じゃあ止めれんのか。いや、エンデューロパドックあるはずだけどな。モトクロスのパドックかな、あっちは。DR もじゃあ大型 600cc 以上って書いてあったよね。でもこれが一番大事。そうそう。ああお疲れさ、お疲れっす。ああお疲れさ、お疲れっす。お疲れさ、お久しぶりですね。お元気です。ちょっとなんかすごいみんなに取れ高の高い走りをするようにこう言ってもらいます。あれがいい。あ、じゃあ何気にタイヤすごいの履いとるの、あれね。えブロック履いとる。あ、HP チャイさんじゃん。そう、チャイさんね。え、あのやばい人ですね。一回寺の坂付近であったけど、あれでクソやばい走りしようって。今日はゆっこさんの取材しに来たんですから。オフローダーのいるお店ということで、いつもつむぐさんでやるんですか？ダートバイクフェアスの時はあれですけど。あ、そうなんですか。あ、つまみ食いショール。あ、今証拠動画撮ったけね。つまみ食いの証拠撮ったけね。さっ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 とかき混ぜまして、まるくまるく作りましょう。甘党の人にはたまりません。作りましょう。こぼれるこぼれる、これこれすごいな。あの見た目がすごいイベントですね、これ、ね、すごいな。いやもうあの地味な練習が一番大事なんですよ。練習です。あの大きいバイクで、あの小回りするだけで難しい。バイクって基本的にピャーと走っとけば、まあ、勝手に走るんですけど、速度がゆっくりになればゆっくりになるほどやっぱり難しいでしょ。こけるでかいんだから小回りも使うじゃん。この車体の大きさで500もあるんじゃ、すごい。500ですね。水冷スクランブラー的な感じで、ね、こういうの流行りかっこいいですよね。なんかどことなく古臭い雰囲気があるけど、それでもそれがなんか味になってる。そうでもこっちの方が気になる俺。このタイヤ、モトクロスコース先走るよって。それねえ、すごい。子供真似しちゃいけない。真似する勇気は、ね、アンダーガードとかちゃんとついてますよこれ。すげえ。いや見ちゃいけないですよね。え、すげえ。ねえ、これですよね。あ、こうナックルガードちゃんとついてる。これそれも見ちゃダメ。これガチですやん。すごいこれ。専用のやつ。ねえ。ワンオフなんです。あ、そうなんです。あの46ワークス言うて、ヨーロッパでも有名な日本人の中島史郎さんという人が、三橋純言うて、あの、ああ、はいはいはい、ライダーの、あの人のために作った車両なんです。あ、そうなんす。あ、じゃあこういうのもみんなワンオフの。そうですよ。あ、そうなんす。でこれ三橋純さんが乗っていろいろキャンプ行ったり、あ、はい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 、してた、そのものなんです。あ、そうなんすか。三橋さんのサインも入ってるんで。え、あ、ほんまじゃ。それをうちに買えと言われて買って。あ、そうなんすか。わお、でかいな。これはどこの主催になってるんですか。そうですね、
はい、主催は個人で井桁さんと、はいはい、中村健業さんなんですけど、井桁さんは、はいはい、あれじゃないですか、 AJP の代理店されてるじゃないですか、はいはい、で中村さんは中村さんで、あのビッグオフ BM の1250かなって思ってて、はいはいはい、そういうつながりはあるんで、はあ、はあははあ、あ、そうなんですね。で一緒にやってこういうイベント立てて、でもまあその個人でやってこんだけ集まるんだけどすごいですね。お、何気に女性ライダー持ってじゃん。ねえ、あれはでも川崎だけ壊れてです。ちょっと。ちょっと。僕あのアンチ川崎なんで。知ってますけどちょっと。緑色を見るとあの拒絶反応が体が苦しい。シェルパとかね、あのすげえよくできたバイクなんですよね。車体も軽いしエンジンが全然セルより強いでしょ。で取り回してらなんやのもいいけど、やっぱ緑だけダメなんですよ。あのエンジンの伸びとかすげえなんか腹が立つもん。ちゃんとでもすごいな、これあの作ってからやるんですね。今日は講師の先生が松井先生、あのモータージャーナリストの松井先生が来られてて、でおっさんなんか結構いろんなあれですね、すごい人来てますね。あそこの小笠原さんなんか2018年かの GS トロフィーの日本代表、でご存知チャイさんはやっぱり GS トロフィーの、そうです、いわゆる危ない変態さばっかりなんですね。自分は差し置いて、いえ、僕ただの通勤でバイク乗ってるだけのおっさんです。あんなぶっ壊れたバイクで動く通勤おっさんがいたまるか。上級コースはなんか明日のイベント終了時までに勝ったな、終了時までに帰ってこれたらいいかな、ノーヘルム。おお、マジですか。それがこけても手伝わないな、送迎はします。すごいな。あれやっぱ塗装出しとるあれでしょうね、めっちゃ、上がるのあれ、ちょっとマジでびっくりした。ねえ、あれ上がるんじゃ、うわマジか。あーマジか。いやーマジかー。ピース写真が入ってる。すごいね。すごいね。ガチのオフタイヤしかない。走るんだったら全然すごい。いや今来てるんですけど、なんか奥だから行ってきてよって言われて、カード見たそれで。もう冬だよって言って何買ってきてももう冬だよ。林業めっちゃ楽しい。でしょうね。これはだからモトクロスタイヤ。これね、これまあ。あ、お米なんですね。はあ。なんかいろいろ取ってですね。これは預かってきてるんですよ。あ、そうなんですね。あ、そうなんですか。何お米。米。ウォーミングアップやっております。おっと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 。お、こけない。今絶対行ったと思ったのに。ねえ。やっぱ体の反応が全然違う。おー、ビッグオフってあれやっちゃうんだ。危ない人ですね。さっきね、なんかね、あ、これすごいオリジナルデカールなんじゃないですかね。さっきまたがらしてもらったんですけど、片足のつま先がちょんとしかつきませんでした。現在スクールをしているみたいですね。あのゼロ距離の加速がやばいね。全部ローで回ってんのかな。あ、はい、ね、こんな広々したところをねこう
シャーと走れるのか。ここではここでいろいろ走り方やら何やらいろいろレクチャーしとってるのに、あの何だったかな、なあのなんとかさん、名前すいません忘れましたけど、なんかまあね、あのよく見るとすげえいっぱい種類やもんね、色も様々、やっぱカッコそれぞれ一つのものがみんなウェアがあれだね、なんかなんだろう、違うんだけどなんかこう特徴的な、あのウェアとかなんかすごい独特だと思う、なんかそういうなんだろうな、なんかそういう競技かなんかのウェアなんかな、なんかすごいごつい、あのね日頃見るジャージと違うよね、やっぱね、バトルスーツって感じがする。あれ女性、おーすごいね、へー、もうなんだろう、あの大きさを乗りこなすってかっこいいね、やばいっす。行ってきた。おー。成功。